さあレースを行うんですが、このチキチキモーレースの審査員、はい、野村健さんです。本当はね、これ出たかったのですけどね。出たかったね。本当はね、はい、これ D1 選手はみんな出たいと言われてるレースなんですけどもね、はい、稲田大二郎さんです。お願いいたします。大さん、いや実はね、僕も出たかったんです、はい、これ大さん出たら絶対大変なことになるよ。一応ね、僕もね、車の中で、はい、メットを持ってきてますからね。まあ僕がいないと成り立たないと思うね。やっぱり、やっぱり大さんがいないから怪我人が出てないっていうところ。これいかにバカバカしいかっていうことですから、やっぱ大さんいないことに始まんないかもしれませんね。これね、そうです、みんなもね、はい、緊張しないと思うよ。そうですよね、緊張感、違う緊張感が俺はあると思うんですけど。さあ、というところでいよいよ電車が出てまいりました。10台での争いということになると思います。皆さんよろしいでしょうか。5周のレース、3周グリップ、2周ドリフト、そしてあくまでも順位は、まあ、先にゴールしたものが、優勝という感じなんですが、はい、この可能性もあります。可能性もある。しかしドリフトであくまでも決めるという形の中で、はい、さあ続々とグリップに、グリッドについてまいります。はい、モンキチョ中心で動くと思うんです。そうですね、多分ね。リバースグリッド、ポールポジションからスタートということになりましたのは、まずはジニーミンプレッサー田中和弘、タイムは1分19秒336。その横2番手スタートということになります小口よしのり180、1分18秒722。そして3番手スタートは高橋邦明、1分18秒278。4番手スタートに今村陽一 S15、1分18秒125。5番手スタートに熊高信繁ランエボン9、1分17秒199。6番手スタートに岡村和義ピンクの S15、1分16秒811。サンバルソワラ上野隆弘、1分14秒651。そしてその横に1分13秒032の川端雅人がついたという状況。その前に折戸学、ポールポジション、本来はポールポジション1分12秒219の折戸学、86は予選をしてないので最後尾。さあフォーメーションスタートということになりました。ペースカーを先導に、これからタイヤを温めてフォーメーションスタート1周というところ。いやー、いよいよこれ本格的やな。みんなこれやる気やね。これ結構な台数いますね。これだけなんか D1 車両が来るとワクワクするんですよね。はい、これはどうなんでしょうか。そしてこのレースの中心はほぼ最後尾、ハチマルスープラ折戸学、一体どういうレース展開を見せるのか。まあ一応86と上野のサンマルスープラは、はい、もういらないからね。もうどうせ来年使わねえんだから。いやしかし滑るね。さあいよいよゆっくりとフォーメーションラップ1周を終えて再びグリッドに着こうかというところ。ああこれリバースグリッドなんですね。この雨どうにかしてくれ。ドリフト仕様なんだかよくわかんないけど車が曲がらん。さあ皆さんコース上注目ということになります。これちょっとグリップも危ないですよね。もう間もなくスタートというところ。いよいよスタート切ってった。さあスタートした状況、第1コーナーでどういう展開になるのか。さあ9台に流された D1 グランプリマシンによる D1 ドライバーのレース、まずはオープニングラップの1周目。だいぶ息継ぎしてから息継ぎ。どうだ、先頭は、折戸だ。もうすでに、折戸がトップだ。これはフライングだ、これはどういうだ、フライングな香りプンプンな感じ。折戸先頭、スロージョから小口、そして高橋邦明、熊高信繁、ちょっとピンクのマシンがちょっとあまり気味ですよ。田中和弘は、もうエンジンダメだから、もうなんか調子が悪いですか。燃料ですね、燃料ダメですね。世界の岡ちゃんがダメ、どうやらダメだ。なんでだよ。おー、折戸最終コーナーをドリフトしながら、余裕ですか。ドリフトしながら余裕ですか。追いついていく小口より、折戸のマシンに小口が追いついてきた。さあ小口の後ろからも続々とマシンが入ってくる。1周終了、2周目。怖いね。結構みんなマジよ。お、陽一がいいから来た。よし、かぶしてる。折戸学を先頭に、その後ろからさ、くっついていきたい小口よしのり。ここは離されたくない。しかしここはマジなレース展開をしているのが折戸学。さあ折戸も負けるわけはいきません。何しろ今回は横浜アドバンニューデオバ AD08 を履いてでのこの参戦。さあこの後ろを見るレース展開になりました。小口よしのり、高橋邦明、学校の星芸、今村陽一、そして川端雅人、上野隆弘。さあさらには山野直哉と田中和
ターズヒロが今最後尾を争う状況で、この辺はまだしっかりとグリップをしながら滑る路面のつくばサーキット、なんとか綺麗な形でダンロップから第2ヘアピン方向へ飛び込んでいく。さあ第2ヘアピンの飛び込みにおいてはまだ折りたまらもきっちりと、よく喋るですね、本当によく喋るですよね。ですか、車見えとらんですよ今。見えなくても喋るんですよそんなもんは。2周目終了、3周目に入ろうというこの最終コーナーで後ろを見ながらドリフト、最終コーナーで浅いアクルのドリフト、余裕ですねこれ。横に小口、あらあらあらいいから、あら川端、川端がいった、川端がいった。さあこの辺折戸がいよいよ3周目に入っている。おや、さあもう、おや、もうドリフトですよ、あれもうドリフト、そうすると小口ももうドリフトかなと思ってしまう状況になっている。本来はまだあともう1周、やっぱり折戸が乱しているこのレース展開。さあ隊列は1列1列に長い隊列となりまして、折戸学を先頭に小口もドリフトをし始めたという状況になっています。早くも折戸学はドリフトのレース展開に持ち込んでいるというところで、持ち込んでるよりも周回数が数えないじゃないですか、はい、もしかしたら多分そうだと思います。さあずっとトップを維持したまま最終コーナーに飛び込んできた折戸学、小口義則、そしてまだ高橋邦明3番手、インガーに川端が行く、川端が行く、さあ川端がそろそろ狙おうかというところ、そしてこっからブルーフラッグ、さあこっからはドリフト大会。ここから審査員がよく見ておかないかと思うんですよね。ここからは審査していただきましょう。よし、もうドリフトだ。ここからはまずは第1コーナーを立ち上がってくる折戸のマシンの角度、そしてその後ろからビタビタにくっついてくるかどうか。さあビタビタでみんなが、おお、小口が入る、入る、入った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 、繰り返して繰り返して、さあ川端も狙ってきている、川端も狙ってきている。さあ折戸を先頭に団体取りだ、 D1 グランプリマシンの団体取り。さあトラックアップ最後尾です。ほぼ90度の状態で駆け抜けていく、ドリフトしながら抜けていくこのマシン。バックストレッチから最終コーナーにかけてが見ものでございます。ここをまずは折戸が直取りかなんかしてくるととんでもないことになりますが、どうでしょうか。さあえらいスピードがまだありますよ、速い状態で最終コーナーに飛び込んできた。さあドリフトしている、さあ折戸のドリフトに対してこちらまっすぐ、こちらまっすぐですね。さあ川端、上野、高橋、熊久保、今村、いや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 全然喋れねえ。さあいよいよファイナルラップ、さあ審査員の皆さんファイナルラップです。ファイナルラップ1コーナーを立ち上がってきて折戸学を先頭、さあ川端が来た、川端が来た、さあ大本命の川端がカードに入った、入る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 、かなり波を見た状態でトップ3が立ち上がっていく。三浦隆弘がその後ろについている、高橋美幸もついていて、さあ久保、そして今村、しっかりの時代は田中和弘と勝山の山の山のがぴったりと後ろについていった。さあちょっとばらけた展開だ。さあいよいよ最後の最終コーナーということになります。さあ最終コーナーに入ってきた、さあ最終コーナーに入ってきた、これが折戸、折戸がいった、あーやってない、あーやってない、小口食べる、川端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 いった、上野がいった、国明もいった、そして久保、今村、そしてチェッカーフラッグが振り下ろされた。チェッカーです、ゴールいたしました。さあいよいよですね、結果発表ということになります。さあ5周の本当に、素晴らしい団体取りを見せていただきました、拍手をお願いいたします。 D1 グランプリ、 D1 ドライバーのマシン、はい、審査団3人が話し合いのもとに審査の結果が出ました。それでは発表してまいりたいと思います。第2位はジャン、川端、川端雅人第2位ということで、まず川端雅人のシリーズチャンピオンが決定いたしました。やったー、はい、D1 グランプリマシンチキチキンボーレース、優勝したのは、まあ僕の言った通りの走ったマンクスですね、はい、優勝、折戸学ぶなんだよこれ、ありがとうございます、ありがとうございます。意外と嬉しそうですよ、なんで嬉しそうだ、なんであいつも、なんであいつも嬉しそうなんだ、ね、本当に小口はね、せこい、小口、そうお前せこい、小口で、ね、最初コーナー全然ドリフトしてませんね。ということで第2回の D1 グランプリマシンチキチキモーレース、見事に優勝したのは折戸学ぶということになりました。おめでとうございます。やりました。
失格になるのかなと思ってましたが優勝いただきました。非常に嬉しいです。ありがとうございます。